はい、皆さんこんにちは、三層チャンネルの山木さんです。で今日ですね、大川隆法さんの遺言が明らかになりました。でそれによるとですね、著作権、それから幸福の科学出版の株式を沙也加さんに、で残りのですね、現金ですとか宝飾品を教団に寄付すると、まあ、こういった内容の遺言でした。で本来でしたら、まあ、遺言の内容に従って分ければいいわけなんですけども、各相続人には最低限の取り分があります。これを遺留分と言います。で本来の相続分は妻の塩さんが半分から残りのですね、半分を子供5人で分けると、まあ、いうことですから、広志さんの取り分は本来ですと10分の1ということになります。でその2分の1が最低限の取り分、遺留分ということになるんですね。で以前の法律ではこの遺留分については物で返せと、減債請求と、まあ、いうのができるという法律だったんですが、令和元年7月1日に法改正がありまして、お金で返せ、遺留分侵害約請求ということができるようになりました。まあ、ですので広志さんとしてはですね、まあ大川隆法さんの財産の20分の1ですね、これをお金で返せと、そういった請求を1年以内にしていくことになろうかと思います。以上です。